6月20日は沖縄カヤックフェスタ。カヤックに乗ったことありますか？僕はありません。沖縄ではカヤックを楽しめる機会結構あるんですよ。海でカヤックやってる方たちもいれば、川でやってる方たちもいるんですね。県外に比べたら沖縄はカヤック楽しめる機会に恵まれてる土地じゃないかと思うんです。で、今回6月20日10時から東村の福知川海浜公園で沖縄カヤックフェスタが開催されます。今回沖縄県のカヤックガイド協会、この協会の10周年だそうです。こちらでですね、カヤックを中心とした体験イベントが開催されるそうです。参加費は、3歳以上は500円、500円で参加できます。ただし200名という定員があるらしいので、行きたい方はぜひ予約してから行ってください。詳しいことはこの動画の概要欄に書いておきますので、概要欄をご覧の上参加してみてください。東村か、東村ちょっと距離あるけれど行ってみようかな。もし予定が空いてるようだったら僕も行ってみようと思ってます。行けなかったらごめんなさい。というわけでチャンネル登録ぜひお願いします。この動画の下にチャンネル登録というボタンがありますので、ぜひこの赤いボタンを押してチャンネル登録お願いします。でもね、景品付きのレース大会とかも、ね、あるらしいですよ。面白そうですね。今回こそカヤックに挑戦してみてもいいかもしれない。当日皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。それではまた。はい、いつもハイサイ沖縄のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではチャンネルの登録者、そしてコメントや動画への高評価、これ常に募集しておりますので、よろしければ気軽にお願いします。チャンネル登録はこの動画の、下の方にですね、チャンネル登録というボタンがありますので、気軽にここから、登録を押していただけると嬉しいです。それではよろしくお願いします。